えー、じゃあです、ね、最初からいきましょうか烏帽子御前の正体からですね烏帽子御前ですね単行本もののけ姫はこうして生まれたですね、えー、これの中にです、ね、書いてあることなんですけどもです、ねえーまあ、あのこれはあの日本テレビのもの、ね、のけ姫はこうして生まれたというです、ね、ドキュメンタリーの DVD が出てるんですけどこれの内容の、まあ、まとめみたいな本なんですねで、えー、宮崎さんのです、ね、机の横にです、ね、いっぱい なんだろうなあのコンテとか作画以外にメモが貼ってあるとでそのメモがですね面白くてどんどん撮影編が撮っているんですねでその撮ってるのを見るとですね、えー、エボシ御前エボシについてのメモがあると神谷、えー、の過去からつまり辛い過去から抜け出した女性海外に売られ和光の当目の妻となる和光っていうのはですねまあ元の反対ですね、えー、日本人が中国とか朝鮮の沿岸を海賊行為で襲った これ、歴史書によってはですね、えー、それは日本人じゃなくて、日本人のふりをした中国人とかは韓国の,あの、当時の中国の人とか韓国の人であるという表記もありますけども、一応倭寇の東黙の妻となる。そこで頭角を表していき、ついには東木を殺して、つまり倭寇の親分を殺して、ですね、金品を持って故,故郷に戻ってきた。この時、民、海外、当時の中国民で最新式の武器、石火屋を手に入れ、日本に持ち込んでいる。 っていうのがです、ねまあエボシのが、ね、設定です。えポイントはです、ね、もともと海外に売られたです、ねまあ、あの悲しい女性であるところがそこからです、ね、和光の親分の妻になるつまり、まあ、美人なだけでなくてかなりやり手なところがあったんでしょうねでそれでどんどんのし上がっていってついには頭目を殺してしまい和光の金を盗んで日本に帰ってきておまけに中国から最新の武器石ビアというあの大砲、ね、を持って帰ってきちゃったとんでもない女性です。 で、侍の支配から自由な、えー、強大な自分の理想の国を作ろうと考えている。そのため目をつけたのが獅子神の森だと。獅子神の森というのは誰の領地でもないと。当時、土地というのは天皇の土地であったり、侍の領地であったり、寺の土地であったり、全部所有決まってたんですけども、獅子神に属しているので、ここを手に入れば自分の国が作れる。というふうに書いてあるんですね。で、これを読めば、なんとなくこのエボシって正義の人みたいに見えます。 確かに映画の中でもですね、売られた女の人をですね、買い取って、で、聞き取ってですね、で、病気で差別されている、反戦死病で差別されている人たちにもですね、優しく介護して、なんかこう、仕事を与えるってですね、すごいいい人に見えるんですけどもですね、なんかその、それだけでは説明できない矛盾というのが、エボシにはこう、いっぱいあります。えー、例えばですね、僕やっぱりあの、最初に気になったのが、 タタラバに子供がいないってことなんですよね。あの、宮崎アニメの村のシーンですね。村出てくるじゃあ,あれはですね、ナウシカの風の谷とかラピュタのスラグ渓谷にしても必ずその子供たちが走り回ってるんですよね。で、ところがタタラバにはですね、走り回る子供もいない。それどころか母親に抱かれてる赤ん坊すらいないんですよ。 でこれに関して宮崎駿自身は映画の当時のですね物置姫の映画のパンフレットの中ではいやそこまでね描いてる暇がなかったんですよって言ってるんですけども描いてる暇がないって言い出したらラピュタの時の方が忙しいし <laughs> もうそれはもナウシカの時の方が大変なんですけどもあのやっぱ描いてないには描いてない理由があると。で何でかっていうとタタラバっていうのは開拓村だからですね。 なんだろう、アメリカのですね、その、18世紀、19世紀にはよくあったですね、開拓時代でようやっと村が成立して、10年とか5年とか、それぐらいの年月しか経ってない村で、まだまだ戦闘状態みたいなんですね。で、えー、戦乱で、まあ、あの、ばに関しては家をなくしたり、親に売られた女の人たちを受け入れてるんですけれどもですね、子供とか老人というですね、働けない人をですね、積極的に仲間に入れるほどの余裕がない、それだけの食料がないし、 働けない人を雇えないんですね。まだ開拓村だから。だから、外れにあるハンセン氏病の人たちのですね、その離れみたいな隔離された区画っていうのは、彼らはですね、石火屋を作るというですね、能力があるからあそこで買われてるんであって、どちらかというと、必ずあの、弱者にはですね、厳しい環境なんですね。で、同時にですね、あの、 これね、中でね、結婚してる人もいるから子供生まれないはずがないと思うんですけども、おそらくすごく強いですね、三次制限を引いてると思うんですね。つまり子供を産んじゃいけないという。で、男を馬鹿にする文化、このタタラバの中の男を馬鹿にして女の方が強いんだという文化も、おそらく同じような理由で意図的にあのやってるんだと思います。あの、もっと大きい村になって、 で、もう少し、その、生活が楽になって、みんなの生活に余裕ができるまでは、できるだけ無軌道に人口が増えないように、かなり注意している。なんか、これがですね、その、エボシ御前が、単なるいい人っていうのにちょっと見えないなっていう矛盾点一つなんですけど、